さんこんにちは、こんばんは、ございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、昨年の秋頃にやると言って、ずっとなんか動いてなかったような計画があったんですけど、去年の10月にアモナシセンターで、アナゴドリセラスの化石を取ったんですけど、まあ、それについて、ディスプレイを作ろうということで、最初のクリーニングのところまではやってあったんですけど、その先が全然進んでなかったんで、今年の1月にね、さらにその大きいメソプドシアが出てきたんですけど、それのクリーニングとあと、修復ですね、それもこう同時進行でやってはいたんですけど、なんだかんだグダグダしてまして、そっちはまあ修復終わりつつあるんですけど、こっちの方が全然進んでなかったんで、やろうと思った時にやんないともうこれ永遠に終わんないような気がしたんで、今回、進めていこうと思います。はい、で今回の、そのディスプレイですね、一応、こんなようなスケッチは作ってあってですね、この化石本体、上に乗っける化石の本体なんですけど、それの下に、実物大のアナゴドリセラスが生きてた頃の姿を、ちょっとね再現するという感じで、それをこの、ダイソーで買ってきたフォトフレームですね、この丸いフォトフレームのここにレイアウトして、でこう立てかけで飾れるようにという感じにしたいんですけれども、一応ですね、この動画を撮る段階では、はい、こちら、さっきのこの化石の下に置くこの再現部分ですね、この復元部分をこれ全部粘土で作っちゃうとさすがにこう重たくなるし、粘土も大量に必要になっちゃうので、この中にですね、この、発泡スチロールの芯というか、この中に入れるものを作っておけば、これはすごい非常に軽いものなんで、その上にこう粘土をね、貼り付けていけば、そんなに重くならずに済むということで、粘土細工には必須のテクニックかなと思うんですけど、一応ここまではやってあります。はい、今日はですね、これにいよいよ粘土を盛り付けてね、形を作っていこうと思います。はい、で一応この辺に材料とか道具が用意してあるんですけど、この、発泡スチロールにこう乗っけていく粘土はっていうのはですね、こちら、はい、ダイソーの石粉粘土ですね。これは結構こう柔らかい、粘土になってまして、こう伸びが良くてね、ちょっと水をつければこうね、細かい造形もできるんで、粘土細工には結構向いてるかなと思うんですけど、これをまずこの発泡スチロールにこう乗っけていくんですけど、ベターって塗っちゃうとね、逆にまた重たくなっちゃうんで、極力薄く表面に貼る感じで、粘土を乗せていきたいと思います。はい、ということでこちらの粘土を持っていくんですけど、適にこの粘土ヘラとかを使って形を整えながらやっていきたいと思います。
というわけで翌日になりまして、こちら、はい、粘土で作ったところがだいたい乾きまして、まあ、当初心配してたね、あの重量のことなんですけど、まあ、粘土が乾くことによってあのこのちょっと作ってる時はブランブランしてちょっと、ね、不安定だったこの長い触腕の方も乾いて、今はこうしっかり、ね、動かなくなってます、はい、でまあだいたいこの真ん中あたりで持てばこういうふうに左右がこう釣り合う感じになってるので、まあ、重量のバランスも、まあ、ちょうど良かったかなっていう感じなんですけど、で、一応だいたい乾いてはいるんですけど、あともう 2,3 日置いて、まあ、完全に乾かしてからですね、この塗装の方をねちょっとやっていきたいと思うんですけど、とりあえずはこの本体の、製作これで一応終わりという感じになります、はい、でまあこの全体これ一つを作るのにあのダイソーの石油粘土あれを1個、まあ、200g だったと思うんですけど、あれを全部使った感じなんですね。でまあ当初よりもこの、6この貝の起伏ですねをだいぶ少なくした感じなんですけど、やっぱあれ、のスケッチ通りに作っちゃうとね、もっと粘土が必要だったし重たくなっちゃったかなと思うんで、まあ、これでちょうど良かったかなっていう感じです、はい、でまあ図書は2回で終わらせるつもりだったんですけど、まあ、意外と時間がかかりまして、とりあえず今回はこの造形だけにして、まあ後日その後の工程をね動画で出したいとは思います、はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております、関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。